どうも、エルザです。それでは、ラストオブアス2、やっていきたいと思います。さて、1をクリアしてからだいぶ経ちましたが、発売もかなり経ったのかな。で、去年出たんですけど、かなり炎上した問題作となってるので、映像的なところも考えつつ、ストーリーも、とりあえず炎上したかどうかは、置いといて置いといて普通に楽しみながらやっていきたいなと思います。で、ニューゲームなんですけど、毎度のことながら難易度ですね。ハードね。そう、資源がそもそもないのよ。非常に乏しく、恐ろしい敵が待ち構えています。敵の配置も変わるし、ワンもね、なかなかの難易度だったんで、ちょっとノーマルで、今回やっていきたいと思います。ゴースト・オブ・ツシマほどね、ああいうアクションでどうにかなるゲームではないんで、あ、すげえ、死亡時のセーブデータ状況とかあるんだ。消去か。すげえ。死亡時にどこまでの情報がセーブされるかを制限するやり込み要素を追加しますと。はあ。初めからゲームを開始するときのみ選択可能。死亡時にセーブデータが完全に消去されます。正午と、死亡した正午の進行状況が全て失われます。てか、一章めちゃくちゃ長えな。チャプターごと死亡したチャプターの進行状況が全て失われます。ああ、マニュアルセーバー不可なんだ。危険な状況下でのゲーム、またはアプリケーションの終了は死亡とみなされます。ああ、なかなかのやり込みだね。しないけど。じゃあ、早速やっていきたいと思います。なんでだろうな。ファイアフライにエリーを届けるだけのはずが、国半分を一緒に横断したんだ。エリーは自分の免疫に意味を求めてた。俺も治療薬の話に乗せられたのか、あの子のためと思ったのか、いずれにせよ俺たちはファイアフライを見つけた。ワクチンはエリーの免疫で作れるって話だった。あの子の命と引き換えにな。なんてことだ。何をしている。諦めろ。我らの未来のための犠牲だ。なんてこと。で、どうしたんだ。救ったよ。さあ、来るんだ。大丈夫。大丈夫。出口を塞げ。やつを逃がすな。マジかよ。
そりゃ。大事だ。エリーには何て？あいつらの検査を受けたが、免疫は役に立たないと言った。あの子は信じたのか？分かったって。戻らなきゃな。さあ戻ってきたね、ラストアースの世界。ってことは前作の終わりの話だね。エンディングからの。あーってことは、どれくらい経ったんだろうね、前回からね。1年2年。エリーの成長具合次第か。なんか数年ぐらい経ってそうな気がするけどね。ああ日差しがめちゃくちゃ綺麗だな。ああダッシュこれか。ちょっと気になるよね。特にやまああるわけはないんだけど。わめっちゃでかくなってる。すげえ。戻ってきた時ってこんな発展してたっけ？ダムのところあったんだけどね、ワンの時はね。ところここ気のせいか、この水なんか通った記憶あったけど。いやそれにしてもさ、1の方はリマスターの方をやってたけど、2になって映像がさらに良くなったね。あさすがに降りれないか。綺麗だね。なんか若干オープンワールドというか1より自由度があるらしいんで、まあ、それもちょっと楽しみだね。いやめちゃくちゃ綺麗よ。トミーも生きてたみたいだしね。おいで。俺がやっとくよ。先に行け。いいのか。ああ。そうか。さっき話したことだけどな、
どれも同じことをした。誰にも話すつもりはない。また後でな。入るぞ。ハリちょっとびっくりさせないでよ。ノックしたんだけどな。元気？うん。何しに来たの？顔を見に。みんなお前のこと気に入ってるし、それにすごく助かってるって言ってたぞ。そっか。うん。この前トミーと遠出したんだが、あいつがジョークを言うからお前を思い出した。確か何だったっけな、あ、時計のジョークで、ほら、ジョエル、あのさ、もう遅いし、それに明日早いから。ああ、だよな、邪魔して悪かった。ただその見せたいものがあって、すぐに持ってくる。何それ？こいつはギターっていう楽器だ。知ってる。弾こうか。いいよ。よし。絶対に笑うなよ。笑わない。絶対。約束だぞ。え、弾くの？あ、すげえ。See our future days.
days of you and me. どうだ？まあ悪くないね。それで我慢しとくか。やるよ。え、ちょっと待った、触ったこともないの。教えてやるって約束したろ。した。明日の夜からでどうだ？決まり。よし、決まりだ。ねえ、ジョーク思い出した？時計を食べたら遅刻した、なぜだ？時間を食ったから。何それ、ダッサだな。おやすみ。本編始まるね。オープニングからやっぱ仲いい感じはいいね。4年後。やば、最悪。ジェシー。おはよう。ごめん、寝過ごしちゃった。すぐ着替えてくる。昨夜は盛り上がったって？キスのこと、ディーナのことだから何の意味もないって。俺が言ってんのはセスとの喧嘩のことだよ。ディーナとキス。ああ、てっきり別れたばっかの俺の元カノと。だからやきもち焼かせたかったんでしょ。私は別に。冗談だって。気にしてない。着替えてこい。あんた最低。待った、キスする方が最低。ほら支度しろ、遅刻だぞ。うん、臭くない。そういうチェック。あーってそうなのよ、エリーはね。ワンを見てるとこの今の話の流れっていうか、あ、そうなったっていうのがよくわかるんだよね。よし、持ってくか。まあ多分個人的にはワンの時にその男の人に捕まるんだよね。それでまあジョエルに助けてもらうんだけど、最終的には多分それもトラウマになってるのか分かんないけど、まあそこら辺が出てくるんだろうな。あれ、これか。ねえジョエルは？ついてないね。ああ、ほとんど寝てないだろうな。少なくともお前よりは。うるさい、起きるとこだったし。ほんと忘れ物は？ないよ。
ジョエルは元気なのか。すごいすごい。ぬるぬる動く。ない、なんもない。朝からお前の噂で持ちきりだ。ほう。なんで？お前がディーナにキスしたから。向こうがしたの。それ見たセスがお前にひどいこと言って。そう。でジョエルが殴って。小突いただけ。それでなんでお前がジョエルに切れるんだ。夕べはどうかしてたの。なるほどね。マリアが話したいって。どこにいるの。食堂。セストのこと。さあね。いなかったことにしといて。ひって。まあでもそうだよね、集団行動だから。平気だよね。俺たちか。心配すんな。ディーナに未練はない。そっか、ただ誤解してほしくなくて。エリ、平気だ。気にすんな。ありがとう。ちょっと待ってね。字幕変えよう。思ったより、白で良さげ。よし、うん、これでいこう。いや、狭いとさ、コミュニティ狭いとやっぱそういう風になるよね。もうすぐ筒抜けになるっていうか。お、まさか触れた。おじいちゃん、ほーら気持ちいい。かわいいね。俺やったら絶対走って逃げる。犬ダメなのよね。ああ、どうも。ここ鍛冶屋か。朝飯食ってくか。いらない。マリアは？僕だ。マリアって。エリー、待ってたのよ。セスがあなたと話したいって。私は頑固親父と話す気ない。聞いてあげて。お願い。わかった。セス、セス来て。最低。よ。その、夕べはちょっとばかり飲みすぎちゃって。だろうね。これでも謝ろうとしてんだ。ディーナと巡回に出るって聞いてな。それでサンドイッチ作ったんだ。あ、そう。ステーキ入り。ありがとうセス。ああ、その気をつけろよ。どうも。感謝するわ。それなんだよ。おっさんのサンドイッチ。うん、いい匂い。あげる。マジで？マジで。外まで送る。いただき。いやー、あんまり見覚えがないってか覚えてないな。マリアは確かトミーの向こうで奥さんじゃないかな。二人ともしばらく戻ってないし。合流場所は北西の監視所よ。午後には到着するはず。気をつけてね。近くは感染者の目撃情報が多いし。分かってる。じゃあ登山道の巡回は他のやつに任せるよ。エリー、行ったことある？あんまり。ディーナは慣れてる。二人に行ってもらうよ。じゃあそうして。エリー、ちょっと話せる？
はいはいはい、何を話すの？何？ジョエルとうまくいってないみたいだけど。マリア、ジョエルは心配してるの。決してあの人はあなたを。平気だって。本当に？うん。そう。ならいいんだけど。気をつけて。どうも。おい、ディナ、トーマンだぞ。ちょっと待って。お前の彼女、厩舎に連れてこい。やめてよ。ねえ、ディナ。ちょっと話せる？ごめん、みんな。もう行かなきゃ。いつ戻るの？どうも。どうも。あのさ、昨夜はあんな風に消えたりしてごめん。あ、別にいいの。気持ちはわかる。私も後悔してるんだ。なんで？そもそも私が誘ったわけだし、それに何もあんな大勢の前でキスしなくったって酔ってたんだし、いいよ。だとしてもあなたに変な深読みとかしてないから平気。ただ本当、エリって話遮るの好きだよね。あのさ、もうそろそろ行かないと。いった！ちょっと何？私関係ないでしょ。ビビってんの？弱虫。あいつマジムカつく。ボッコボコにしちゃう？うん、する。受けて立つよ。ほら、さっさと逃げな。さあ、ボコボコの時間だね。ほら、急げ。ほら。どうしたの？その程度。絶対許さないからね。ほら。めっちゃ面白い。しかもさ、これあるしね。ほら、あったね。にゃろ。いてててて。絶対仕返ししてやる。覚えてな。来いよ。さっさと隠れなら。なあ、ざまみろ。意外と近距離が当てれない。おい。これでも食らえ。うい。めっちゃこれいいなぁ。いやぁ、ウィッチャー思い出す、これ。やったね。ほら、弱虫。よし。くらえ、クソガキ。なんだよ。ちょっと。痛かった？ちょっと。助けて。絶対許さないからね。ほら、私たちは仕事があるの。うせな。自業自得ってやつ？うん。行こう。いやー、いいね。それでジェシーが登山道に行けってさ。あいつはジョエルたちと交代。え？一緒にしてくれたんだね。いいルートだよ。おはようさん。おはよう。やる気ねえな。いやー、面白かったな。今連れてくるよ。ありがとう。結構馬も、うわ、すげえ。めっちゃ怖いよねこれね。画面切られたら終わりだしな。おお、よし、いい子だ。お、来たな。どうも。おいで。ほら、行こう。キラリ、元気？ああ、やっとお出ましか。はいはい。プレゼント。おお、ライフルか。お前にも。ゲートを開けろ。みんなよく聞け。いいか、いつも通りだ。
担当区域の日誌に記帳して感染者がいたら倒す。厄介な状況に出くわしたら帰還しろ。慎重第一だ。よし、出発だ。あー、リーダー的な感じなのかな、小部隊のね。はいよ。あ、すっげー雪山か。